どうも、ウエストランド井口です。安倍静江です。いや、河本ですか、言ってくださいね、ちゃんとね。あの、猫質がびっくりしちゃう。いや、そうだ、さてな、何にも言われへん。たてのです。猫に鈴、たてのです。猫に鈴、山源でーす。お願いします。かなりのグダグダから始まりましたけど、この番組はですね、タイタンシネマライブナビとしまして、タイタンシネマライブの魅力を一人でも多くの方に知ってもらおうという試みの企画でございます。はい、はい、今回は2週連続でお届けするんですけど、1週目に、ゲストに猫に鈴に来てもらいました。はい、はい、お願いします。まあ、いろいろとお話も聞きたいんですけど、はい、まず軽くそのタイタンシネマライブのことを説明させていただきますと、はい、毎回銀座でやっているタイタンライブを全国の東宝シネマズで同時生中継するという試み、爆笑問題 with タイタンシネマライブというね、試みをタイタンでやってますので、はい、全国今回から9館の東宝シネマズ系で同時生中継してるので、増えました。まあ、タイタンシネマライブもだいぶやってるんですけど、我々はウエストランドは何回も出させてもらってますけど、猫に鈴は次回で3回目ですね。はい、ありがたいこと。ありがたいですよ。映画館で同時生中継してるんで、はい、これ本当にね、まだ見たことないっていう方は見てほしいですよね。そうですね、本当に。ライブを映画館で中継するって本当に画期的な試みですから、うん、なんすかね、ライブの臨場感がね、うん、伝わるというか、僕、実家が大阪で、はいはい、おかんが、もう毎回見に行ってるんですよ。大阪の映画館。大阪でもやってますからね。アホのおかんね。誰がアホのおかんやねん。やめなよ。なんでこのボケで突っ込んだと一回変な間開くんだよ、毎回。変な間の。まあ確かに、いや、そうなんですよ。東京に住んでる方はね、東京で、都内でライブたくさんありますから、うん、見に来られるチャンスいっぱいありますけど、うん、全国の方が見られるチャンスがあるっていうのはやっぱね、タイタンシネマライブの一つのね、そうですね、ありがたい魅力ですから、なんといってもね、やっぱ爆笑問題さんとかが、うん、ライブならではのネタをやりますから。いや、本当にね、テレビで見ないような。生ですね。過激なことですね。ね、そうですね、うん、どうですか、だから、猫に鈴のネタも、映画館でね、全国に流れてるわけですから。僕いつもエゴサーチするんですよ、ツイッターで。あの、シネマライブ終わった後。はいはい。うん。はい。まあまあ、若干そういうのが、つぶやきとかあります。なんで目を閉じてそんな無になってるんですか。ちょっといいですか、はい、まあ、今日これをやるってなって、猫、はい、に続くゲストってなって、立野さん、この紙にものすごいメモってますけど。めっちゃ書いてる。何をメモったんですかね、何を伝えようとしてたんですか。一個抜粋して言うと、ゴジラのとこっていう文字が今度ね、はい、そうなんですよ。新しく新宿がね、はい、増えます。劇場後の投稿してます。あと、ウエストランドっていうのも、メモってます。なんで我々のコンビ忘れちゃうんですか。ツインタワーも書いてます。いや、ツインタワーより、先に出たぞみたいなのもあるし、その多く、多く。あ、ね、ツインタワーも出てたけど。追い抜きじゃないですけど。そうですね。多くで、多く。確かに、ツインタワーは我々と同期で先にタイタン入ってますけど、今は猫の方が出てるわけですから。そうですよ。その辺の気持ちはどうですか。自信満々でいけますよ。はい、いやいや、本当にでも、はい、芸人だと自信つきますよね、あの舞台は。確かに、本当ですよ。もうどこでも怖くないというか、うん。そうですね。お客さんもしっかりした方が見てますし、絶対ヘマできないというプレッシャーは常にあります。そうですね。そういう気持ちの我々のような若手もいれば、爆笑問題さんもいますし、うん、他の事務所のかなり豪華な方も出られますので、ね。そうですね、上の方とかね、はい。ちょっと次回のね、告知をしておきましょうか。はい。はい、口がちょっと臭いですけど。次回、6月12日、金曜日、19時半から、ゲスト、もう、この3人とやりたくないな、ね。全体的に。俺も入っとった。お前が特に。俺は入ってない。いやいや、事前にふざけたのに、周りの人は一言も喋らない。どうしたって言う。本当に。いきます、告知だけないとしなきゃいけない、ね。はい、しましょう。6月12日、金曜日、19時半から、はい、出演者が、タイタンメンバーが、爆笑問題、永井秀和、日本エレクテル連合、ユリアリク、瞬間メタル、ウエストランド、猫に鈴、宮下岳、これがタイタンメンバーになってますけど、はい、今回ゲストが、ブーマー&プリンプリンさん。え？毎回出てる。パックンマックンさん、流れ星さん、ダーリンハニーさん、他全13組出演予定しております。はい、そこは驚くことじゃないんで。そこは驚いていいんじゃないですか。いや、こんな絵に描いたような失敗の天丼ってあるんですよ。そして今回ですね、前回もやったんですけど、東宝シネマズの映画館にご来場の皆様に限りですね、はい、ちょっと限定で、日本、まあ我々が紹介するのもなんですけど、はい、日本エレクテル連合の感電パラレルステッカー、非売品ですから、こちらに今手元にあるんですけど、おしゃれ。かっこいいんですよね、これ、ね。毎回ちょっとずつデザインが変わって、はい、そうですね、うん。ね。これはシネマ限定になってますので、ぜひ映画館で、ね。今回は緑。おしゃれ。足を運んでいただいてみていただきたいと思います。欲しいですもんね。欲しいです。そして、上映劇場なんですけど。欲しいもです。笑っちゃった。笑ってくれる人がいて、ね、よかったですけどね。よかったです。上映される劇場なんですけど、はい、
なかなか難しいな、なんかね。うまくいかないですね。全然うまくない。5分でやれてたのに全然うまくいかないです。ね、いきますよ。上映劇場が、東宝シネマズ、今回9巻に増えました。はい。東宝シネマズ、六本木ヒルズ。はい。そして、うん、新たに、東宝シネマズ、新宿。来たー。東宝シネマズ、宇宙。ゴジラのとこ。ね、メモったとこ、やっと言えた。ゴジラ。ありがとうございます。ゴジラのとこ、新宿ね、うん。その後が東宝シネマズ、府中。府中。東宝シネマズ、海老名。海老名。東宝シネマズ、川崎。川崎。東宝シネマズ、市川コルトンプラザ。お東宝シネマズ、名古屋ベイシティ。お前が前住んどったとこ。市川ね。市川ね。東宝シネマズ、名古屋ベイシティ。はい。東宝シネマズ、難波別館。難波別館東宝シネマズ、天神。そうですね。おのおの思い出の地とか。そうですね。あ、ほんまにあるんですよ。知り合いとか親戚が住んでるところでもやってるので、はい、うん、そうですね。これを見てる全国各地の皆さんは、ぜひお近くのね、東宝シネマズの映画館で見ていただければと思います。遠方の友達とね、違う場所で見る。いや、そうなの。これは確かに。めっちゃ嬉しいね。今思いついたわ。いやいや、いいんです。思いついたは言わなくてもいいですけど。うん、いや、本当に何度も繰り返しになりますけど、ライブの臨場感を映画館で味わえるってなかなかないですね。そうですね。うんうん、遠距離恋愛の人がね、別々の映画館でこう、デートをするみたいなね。ああ、楽しみ方、まあ、そういう使い方。新しい。新しい。新しい方、ね。同じ月を見てるみたいな、ね。そうですね、うん。タイタンライブと月を同じにするな。なので、本当に大いに笑っていただいて、そうです、ね、結構ですので、ぜひね、映画館でお笑いライブという新しい試みですけども、ね、うん、はい、見ていただければと思います。チケットはもう発売中ですので、詳しくはタイタンのホームページを見てください。さあ、じゃあ、猫につ、3回目に向けてね、ちょっと最後、いやちょっと気合いの一言。はい。はい、コントをやらせていただきたいんですけど、うん、はい、うん、前回漫才、その前コントやった。次のネタはもう決まってんすか、はい、次のネタ決まってます。お、決まってるんですか。で、僕の芸人人生の中で一番のボケが入ってるコントなので、はい、どういうことか分かんないですけど、その、はい、厚みも知らんし、別にそのみんなは。12年。12年。長いな。結構長いんですよ。だからまあ見てもらった方にね、多分エゴサーチすると思うんで、はい、猫室の立野さん。人生全部詰め込んだボケあれですよね。つぶやいてもらえればね。そうですね。正解か不正解かのね、リプライだけど。どれかをね、見極めてほしいですね。はい。なのでね、3回目。我々もまあ、何回出ても緊張しますから。いや、そうですね。気合い入れてね、新ネタやりたいと思いますので、ぜひ皆さん、お近くの東宝シネマズに足を運んでみてください。はい。以上、タイタンシネマライブナビでした。また来週。